おはようございます。ティラッタ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー今日プレイ始めていきたいと思います。あのですね、前回レジェンドクエストやりました。私ですね、裏でですねレジェンドクエストをやりました。あのですね、ホームボタンを押すことによってホームボタンからに戻りまくって汚い手で S を取りました。あれどうしてもね、ドラクエ2のロンダルキアの子たち好きなんだよ。もうどうしてもそれはやりたかったの。許してください。というわけでね、今回はそのロンダルキアの悪魔たちを使う動画となっています。行ってみよう。というわけで使いました。アトラス、バズズ、ペリアル、破壊のトリプル、トリオン、トリプル実、破壊のカルテットみたいな感じ、破壊のカルテットだとここにハーゴンがいいんだよ。来ました、ロンダルキアの悪魔たち。破壊の3トリオ、ロンダルキアの悪魔たち。いざここに集結でございます。いや、ついに DLC3 体がそれ、もうね、俺ね、時々来てるんですけど、このロンダルキアの悪魔たちっていうのが僕好きなんですよ、単純に。はい。なんかね、惹かれるのよ、なんか。中ボスだけど、なんか、ボスって感じ。中ボスなんだけど、それがトリオで3人集ってるっていう。めっちゃ強いじゃん、お前。それがなんかね、すごい惹かれるんですよ。なんで、ロンダルキアの子たち、本当にね、僕、好きなんで。それでね、今使ってる感じですね。いや、DLC3 体の、ね、来たよ、バズ。デビルクロー、悪魔の爪痕。行くぜ。はい、よいしょ、よいしょ。これ見てて、2回だから。これなんと2回なんですよ、この攻撃。これ、悪魔の爪痕ね。あの、今までハーゴンでめちゃくちゃ強かったじゃないですか、こいつ。モンスターマスターでももちろんめちゃくちゃ強いわけですよ。バズズ。めちゃくちゃ強いぞ、おい。悪魔の爪痕一発270だったぞ、今。ね。さあ、ここでベリアル来ました。行くぜ、スーパーヨズン。受けてみよう。本家、ユナズン。行け！ブーン！えあー、これはひどいですわ。これはやってますね。これ火力めちゃくちゃ、もう火力に全振りですからね、こいつだって。もう終わったよ。いやしゃし DLC で締めたの。おっしゃ DLC や。まあさ、あの味を締めたかのようにすぐ小悪魔のキスで決めようとするね。はい、ちょっといいねー、ロンダルキアの子たち。何が強いって、もう火力全振りなんですよ、この3体ともね。あの、元々のモンスター上、アークデモン、シルバーデビル、ギガンテスともね。あ、オッケー、ラッキー、すごいな。攻撃的なんですけど、それに、さらに攻撃に特化してる感じですよね。バズズがマジで強い。悪魔の爪痕。これ強すぎるでしょ、2回攻撃で回心もそこそこ出てね。で、アトラスの高い力。そしてベリアルのね、もうユナズンの火力。ね。もうバズズ避けんね。バズズが一番避けるんだよな、確かに。ゆりかご、これなんか3体ぐらい寝るんじゃねえの。フラグた、やべ、フラグ立っちゃう。おぉ危ねえ、フラグ建築士だったら言わんでもよかったよ。危ねえ、危ねえ。さあ、行きますよ、言わなず。悪伝と違うのだよ。行くぜ。はい、強い。さあ、ここで、アトラス、破壊すぎ。破壊すぎ。ほい、振り下ろされる。戦士の技と一緒。アトラス、お前、戦士の技と一緒なんだよな、名前的に見れば。ダグッチ。これね、ただね、防御面はね、この、ああ、そうか。防御面は言おうとしたけど、アトラスは行っちゃうと、えらい目に遭います。基本的にこういうアトラスに行くと見ていいんですけど、はい。このパーティーの性質上ね。このパーティーの性質上、基本的には行くんですけど、アトラスに行かなかったっすね。ここでスロージメの圧撃。あ、この爪痕。うわ、強いよ、こいつ。いやー、合体モンスター出られてもなぁ。いや、合体モンスター出られてもちょっと困るんですよ、私。いや、そんなムキムキポーズ取ってますけど、困るんですけど。いやー、なんか、怒りマジンさん構えてますけど、悪いんですけど、DLC なんでこっち。悪いんですけど、こっちお金の力使ってるんですよ。あなたごときで私は止められないと思いますよ。なんで私たちね、魔王クラスという、私たち知ってますか？魔王クラスなんですよ。ドラゴンクエストモンスターバトルロード1の頃のボスレベルなんですよ、私たち。それがただの合体も、こっちは魔王を使ってると思うんだよ、つまり。この3体は魔王クラスで出てたんだから、俺たちは魔王を使ってんだよ。おめえはただの合体モンスターだよ。てか、しかも初期の合体モンスターだよ。ほいと、うわっ
ちょっと待ってくれ。ちょっと待って待って、怒り待ちに何の恨みがあるんでしょうかね、私たち。なんかもうここら辺で吹き飛ぶ気がするけど。逆再現。原作逆再現だな、こうしてみると。俺たちが魔法使って、お前が買ったモンスター。逆再現か。な、もう基本的にアトラスにこうやっていくからね、攻撃は。いや、もう終わったぞ。破壊的に振り下ろされるぜ、せーの。あー、よいしょ、もう終わった。もうゲーム、ゲーム。いいのか、ちょっと。何、まだ、録画して8分ぐらいなんだけどね、ねねね。結局ね、ハーゴンいないんで。私たちハーゴンの手下なんですけど、正直言うと。私、ハーゴンの手下のはずなんですけど、勇者呼んできました。勇者様、ちょっと、お助けください。なんで敵なのにさ、勇者にいきなり泣きついてんだ。情けなさすぎだろ、その魔王は。何だったんだ、こいつ。何しに来たんだ、この怒りの老人、おい。ロンダルキアの悪魔に、もう一人、増えたようだね。さあ来ましたよ。ロンダルキアの悪魔たちの4人目。これで破壊のカルテット結成ですよ。行くぜ、怒りの魔人。賞味ね。あれだけだとちょっといくらなんで、まあ強いのは分かっていただけたとは思うんですけど、もう魔王もね、パパッと倒したいのよ。もう DLC の火力はすごいんですよ。今まで魔王戦って火力足りなくて負けてるってことも多かったんだけど、このね、ロンダルキアの破壊のカルテットならね、火力負けしないと思う。もうバズズとアトラスがベリアル全員持ってってくれるからね。もうまず切り込み隊長ですよ、バズズなんてね。めちゃくちゃ強いよ。原作ザルキ使ってきたもんな、こいつ。ね、メガンデだっけザルキだっけメガンデだっけ来たよ、暗黒公園だ。なんだおめえ。俺たちの仲間に入りたいのか。やめとけ。破壊のカルテットは4人衆なんだよ。ハーゴン様の代わりに今日呼んだんだよ、怒りの魔人を。ハーゴン今日出勤できねえからさ。代わりに呼んだんだよ。おー、シーニーがやられてる。シーニー、おー、シーニーやるじゃん。硬いじゃん。行くぜ。負けんな。ロンダルキアの悪魔たち。行くぜ、イオナズン。ローレシアの王子たちを倒すためにね、編み出した3体の連携プレイ見せてやれ。お前たちの。お、シーニー行け。ロンダルキアの悪魔たち、シーニーですね。怒りの魔人。アンガーパンチ。行くぜ。頑張った。シーニーあいつ頑張ってんの。こいつ、死に頑張ってんな、こいつ。俺たち三人より強いんじゃねえか。で、思ってそうですけど、三枠使ってんのそんなことはないんですよね。はいとお前一人で怒りマシンと同じようなダメージ出してるじゃねえか。お前一人で怒りマシンと同じぐらいのダメージ出してるのか。あとはすげえな、そう考えると。怒りのマシンと同じようなダメージ出せるのか。え、火力やべえな、こいつ。ギガンテスはそういうことだったけども、そんなもん、凌駕してるじゃん。ギガンテスを凌駕してんだよね。おーいそっち一応こっちもね、威力はね、実はシルバーデビルと同じぐらいあるんで、弱くはないんですけど、決して。うん、260出てるからね。弱くはねえんだけどさ、そりゃ。さ、暗黒カレンダーはもう余裕でしょ。なんだよって、ただの合体モンスターじゃねえか。我ら破壊のカルテットに立てつくならね、容赦しませんよ、こっちも。来た怒りだ、怒りだ、うわ何してんだよ。なんで怒りの旋風なんよ、お前は。ここでイオナズン、いいよ。指先から爆発が光る。行くぜ。ドン！そう、デーモンキングの賢さ200をさ、多い、ね、簡単に超えてるあたりイオナズン強えな、こうしてみるとな。アークデーモンとはちげえわ。ただね、ハーゴの時使うベリアルはいるんですけど、ハーゴの時使うベリアルはね、特殊補正がすごいんだよね。さ、来たぞ、アトラス、おいやんやるじゃん、先方。うわ、めっちゃ、なんかでかく見える。いや、これ我ら破壊のカルテット。止めるもんいないんじゃないですか？いや、鼻で笑うわ。目薬もしてきとるしさ。原作の勇者を払拭しに来てデブやけど、お前は無理や。何をしてんの、君は。なんで叫びたがるの、君は。なんで叫びたがるんだい、バズズ君。あ、でも結構出んな。もう出んな、やっぱり。もともとの欲は高いもんな。あ、ブレスから入ってくるか。そっちから入るか。まあ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 。うわぁ、どうだ？あ、ベリアル。まあ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 。まあまあいいでしょう、いいでしょう。ベリアルが寝る。1体ならいい方です。さあ、ここで特技じゃない？うん、オッケー、大丈夫だ。そう、1ターン目は特技絶対打ってはくるからね。移設カードの可能性はあるけど、それでも特技は打ってくる。さあ。
なんとかダメージはそこそこね、低ダメージを抑えております。一見新入り怒りの旋風だ、いくぜ、うお何してんだ。でも結構出た。そう、これ当たれば強いからね。さあ破壊の一撃、アトラスいけ、破壊の一撃、分かってたことだ、いけ。さあ今度はどうだ、いくぜ、殺意が足りないんだよ。501すごいだよね。500出んだ。人が一人で500とかやばくない？アトラス君、一人で500はすごいぞ。だって会心の一撃並みに出てんじゃん。すごいな、アトラスお前。それはすごいわ。さあ、バズの切り込み隊長、デビルクロー。気合やばま、自分の爪で相手の体を切りつける。強っ。え、待って待って待って、お前も500出んのか。待って、お前も500出んじゃん、じゃあ。これ2回攻撃でしょ？お前も500出てんのかよ。平均500出んのかよ、平均 DPS。強いなさあ、ここで真意に。いけ、怒りの一撃だ。いいね、お前も500出んのか。お前も重さも500出んのか。すごいな超高火力すぎる超高火力すぎるって、お前ら。すげえ、魔界の洗礼。来たわ、なんか魔界の洗礼としてきたわ。こっちは邪神感の洗礼を出してくれてるのが。なんでなんだって俺なんて言った。こっちは邪神感の洗礼ですよ。こっちはもうね、悪霊の神々の洗礼ってやつですよ。待って、俺さ、思うんだけどさ、これ、削りきれんじゃない？これ普通に削りきれんだろ。とどめの刺激打たずとも削りきれるでしょ。待って待って、これ削りきりたいな。ちょっと待って。これ削りきりたくなってきたわ。ちょっと、ごめんね。普通は、とどめの刺激出すんだけど、これね、勇気ためずに、削りきります。ちょっと、洗礼を。こちらもジャシーの洗礼をちょっと下したいんで、削り切ります。あ、いいね、伊手塚の、お、なんだい、舐め深い、お、なんだ俺たちの削り切るかどうかを確かめていると。うん、いいだろう。いいでしょう。見せてくれるわ。このパーティーがいかに彼、もうこれが破壊に徹してるか。悪霊の神々と言われたね、この破壊のカルテットの力を見せてやるよ。行くぞ、みんな。イオラズン行くぜ。イオラズン大爆発行くぜ。ベリアルがまあどうしても321ちょっと劣ってるけど、まあこれは相手的に仕方ないかなっていう部分はね。さあアンガーパンチでどんどん行くぜ。はい、行くぜ。死に、おお今度はどうだ。おいしょ、いいね、いいよいいよ、しっかり削り切っちゃうぜ。もうなんかもう削り切れるでしょこんなもん。よいしょ、オッケー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 、一気に行くぞみんなSP もいらないだろ、こんなもん。SP いらない、いらない、もう。ニュードラスは所詮。行くぜ。さあ、デビルクロー。行くぜ。はい、オッケー。バズズツエナーはやばい、やばい、やばい。何が魔界の王者、何が魔界の王者、おめえは。何が魔界の王だ。笑わせてくれるわ。もうミルドラスただもおじけついてるぞあいつこいつおじけついてるわ。なんかもう守りに入っちゃってんもんな、お前。鉄カードとか守りに入ってんもん、お前。俺たちのね、破壊のカルテットだ。ロールシアを討伐する、覚えておけ。我ら破壊のカルテット、その名に刻み込め。はい、よいしょ。強かったなこいつら、めっちゃ強いじゃん。火力どうなってんのこいつら。でもミルドラスでもさ、残り体力1700か。うん、これはね、赤目とかでね、その耐久力のさ、価値にすることだよね。はい、というわけで今回は、DLC ロンダルキアの悪魔たちをモンスターマスターで、やってみました。マジで火力高いね。なんかさ、前回もさ、キラーリカントラの悪魔の騎士のさ、DLC の連中はね、火力のインフレがすごいね。その分耐久力はちょっとね、少ないんだよね、若干ね。はい。耐久はちょっと抑えられてる感じはするね。デンタとかはね、耐久力より量ができないから、やっぱり。うん。ただ、それを破るための火力全振りがものすごいことになってる。もう、バツズットもアクダスもベリアルも、怒りの魔人も強かったな。あいつ誰だよ。はい、というわけで今回ご理解を終わりたいと思います。お疲れ様でした。